乾杯。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、はい、お疲れ様のお裾分け、どうも占わないポッドキャストでございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。皆様今日は、朝だろうが夜だろうが昼だろうがこんばんはということで さてさて、こちら今日この録音をしているのが、今日は何日ですか？今日は、9月、はい、8日。8日、何曜日ですか？日曜日、はい、現在時刻は11時10分ですね、はい、となります、はい、今日は、ウクレレピクニック、はい、この土日9月7日と8日に、横浜のハンマーヘッドというところで開かれたウクレレピクニックというイベントに行ってきました、はい、というお話ですね。去年は動画も上げさせていただいたんですけれどね、はい、まあ今年は何ですか、ポッドキャストでおしゃべりで、おしゃべりで振り返り、お茶を濁すとそう、お茶を濁すってなんかあのあれですよ、いうことにしましょうか。そうしましょう。まあね、はい、あの昨日私はあの初日はですね、はい、あのドラムのレコーディングみたいなことをしてまして、ほうほう、ちょっと参加してなかったんですけど、どうでしたか初日は？初日もね、盛りだくさんですよ。盛りだくさん。盛りだくさんでした。今回はですね、はい、ハンマーヘッドに3つステージがあって、ああ、そうなんですよ。カイル、あ、じゃあ一番まあ大きめのステージがワイキキステージってあって、うん、まあそのサブステージじゃないですけどカエルワステージ、うん、こちらもこう結構いろいろ一般の方とか、あの応募された方たくさん出られてて、でそれとはまた別に、うん、まあそのもう一個ハレイワステージってね、ちょっとあの、うん、コンパクトなステージが、うんあのまた作られて、そこにも応募の人とか、まあ、あとは、各ブース、あの、うん、ウクレレのブースからこうウクレレのこの音をねこう、うん、演奏して聴いていただくような、プログラムがあるステージがあったんですけれど もう3つのステージを駆け回るというあのしかもね、時間、持ち時間がみんな短いから、そうなの。そうなんです。なるべくね。結構大変ですよね。そう、なるべくこう、オンタイムで、基本は多分行くんでしょうけど、うん、なんかこうね、やっぱこう、どんどんね、ちょっとずれ込んだりして、だからまあその、初日の午前中は基本多分ね、予定通りいろいろ見れたんですけど、大変でしたね。そう、結構ね、お疲れ様です。みちっとね、いろいろな方をぐぐっと見た感じでしたね、うん、そうそう、だからでもあとそのね、その合間に移動してる時にね、なんかし、知ってる方に声かけていただいたりして、大変でしたね。いやもうでも一緒に写真撮りました。まあ俺でもね、お目当てを見に向いて回るっていうのがすごい大変だなと思いましたね。なんとなくね、こうやっぱり出られる方を見たいなって、なるべく見たいなって思って、うん、その自分で決めて初日は行ったもんですからね。なんかまあそこですね。なんかなるほどね。うんうん、なんかいろんな回り方があると思うんですよね。だからね、それはこんな感じです。どうですか2日目一緒に行ってみてどうでした？そうっすね。まあ前日あのドラムを叩いて疲れてで、あのなんだ、ザ・ファースト・テイクのパロディというか、まあな謎動画を撮ってあげたら無反応っていう状態が起きたんでそれよりあれでしたね、なんかもうちょっと前に書いたあの鳥山明風、はいはいはい、鳥山明さん風のイラストね、イラストがもう結構みんなね見てくれて、まあでも別にバズったわけでもないんでもないからね。でもなんか見たよが、そう、見たよ、見たよって聞いてくれた人が多かった、褒めてくれる会う人に褒めてもらう、そうそうそうみたいなね、ね、そういうのもちょっと、のはあったけど、そう、まあ、別に初日もそれ言われたんですよ結構に、あ、そうなんだ、ありがとうございますみたいな。まあでもね、うん、そんなのもあって、うん、ちょっと
立ち上がりあまり雲行きがよろしくないというか。あ、そうなんか、あ、いや、まあ、なんつうの、その滑ったなみたいな感じ。ああ、あの動画に関してってこと？そうそう。まあでもまあ一人ぐらいしか見てない。まあ俺らしいなと思いましたよ。勢いで上げたはいいものの、勢いっていうか、まあもっとひどいことはできるんだけど、うん、あのぐらいのちょうどいいポップなひどさは久しぶりだなみたいな感じかな。 あの MC ハメタイトっているじゃないですか、はいはい、彼があの、ね、うん、なんだっけ、あのあれあれか、あずっと延々とジョン・レノンのモノマネし続けるやつとかあったでしょ。あそこまではいかない、このちょうどいいポップさというかね、やってみたけどクソクソ動画クソクソ動画みたいなのをね、あの撮ったわけですよ。でもね、あれはね、昔の最初の頃の YouTube だったら、まだ Google に吸収される前の YouTube だったらバズってた、あのコンテンツはもしかしたら多分そう、結構行くタイプの、うんうんうん、昔は簡単に上がったんで、まあ、どんどん回ったんでね、今無理だね。今はもう100いかないもん ね、生半可な動画だともう生半可なことを やりつつ行こうっていうことなんでね。そうですね、いいんじゃないですかね。 今日はあれですよ、やっぱりね、あっちゃこっちゃ行って疲れたんですけど、私はあの、昨日と同様に なるべくクレレサンタさんにちゃんと、あなたはホヌッピーみたいなもんなんだから、ちゃんとサンタの格好をしていろんなところに突撃しなさいみたいなことを言って一緒に回っていろんなブースに突撃させたっていうのがまず第一のトピックと、あと角さんと一緒にウクレレを弾いて回るというね。あ、なんかすごい贅沢な時間ですね。それはあの角さんの知人の方がウクレレを買いたいっていうことで、うん、あ、いらっしゃってて、まあ、初心者の方なんだけど、はい、まあ安めの2万円ぐらいの探そうってな、2万円以内のやつでちょっといいウクレレないかっていうのを探そうと思って、一緒になんか探したので、角さんは一軒目に鎌かじゃないや、ごめん、あのごめん名前が出てこない、上野のあそこなんだっけ、あ、キワヤさん、あ、キワヤさん、そう、キワヤさんのアウトレットっていうか、ちょい傷なのか訳あり商品の1万5000円のテナーじゃないな、コンサート、うん、まあ俺が使ってるフェイマスみたいなのがもういいんだけど、うん、いろいろ見て回りたいってことだからね、それが確か1万5000円で、のりおさんちょっとどう思いますかみたいな感じでこう言ってくるわけ、うん、でも、あ、まあだから高いのも触ってみないと、触ってみた方がいいとか思うじゃない、うんうん、別に多分最初何でもいい、安きゃ何でもいいと思うんだけど、うん、安すぎておもちゃっていうことがね、往々にして起きるから、まあはいはい、あ、これにこれでいくら、これにぐらい、これにちょっと近いぐらいがいいなみたいなのが、うん、あればねいいかななんて思って、で、まあ、ちょっとあの角さんに便乗して、なんかよくわかんないあの ランディーローズ V みたいな変なシェイプの、いわゆるあのヘビメタチックなウクレレとかを試し弾きさせてもらって、ね、まあ、いろいろ引きまくって回ったですよ。それはそれでいい回り方ですね。そうでね、結局ね、まあ1万円いかないぐらいのウクレレだと、アヌエヌが一番良かったですね、僕の感触だと。でアヌエヌが多分作ってるドラえもんとキティちゃんのコラボウクレレっていうのが、あ、はいはい、ある、ね、その時8000円が値引かれて5000円ぐらいで売られてたんだけど、まあ特別価格かもね、相当相当いい、あれはあなたの持ってるグレッチウクレレぐらい、あら全然いい、これで十分っていうクラスだと思った。小さい、おなんか、じゃあ今から、え、それソプラノですか。ソプラノ、あれいいわって思って、でただね、ソプラノが欲しい、ソプラノよりもコンサートみたいな感じだったんで、その方、うん、あの、じゃあちょっとこれは違うねってなったんだけど、
相当いいねって、あの角さんにも弾かせて、これいいっすねって。あ、本当言いましたよ。あ、じゃあなんかあのまあ最初はあの3000ぐらいのところから始めた子が、次のステップになんかちょっとまあこういう木のちゃんと木の木目のやつをもし探すんだったら、うん、そういうあの NN の、だもしかしたら、うん、そのメーカー側も初心者モデルみたいなのをで、あの初心者向けだからっつって、あのまあしょぼくしょぼくするんじゃなくて、うん、本当は1万円ぐらいのものを8000円で売ってる可能性あるなとか、確かにね、うん、これでもっといいの欲しいって思わせるとか、うん、そういう感じなのかもしれないなって思ったのがあの NA でした、ね、あの NA ってメーカーがあるんですけどね。そうですね、あ、いいなって思ったんだけど、結構本当にいろいろで、まあ、店員さんにこう持ち前のいい加減さを発揮して、こういろいろ話聞いて、うん、加藤さんのお株をちょいっと奪いつつ、このクラスでじゃあコンサートってどんなぐらいですか、いくらですかみたいなこと言って、でそれも良かったのよ、あの N で安いしチューナー付きで、ケースも付いてみたいな。へえ、まあ、キバヤのは付かないの、あのケースが別、今回はね、うん、あ、じゃあこれがいいかもって話になったんだけど、うん、俺キバヤさんのウクレレは俺は見てないわけ。あ、加藤さんが最初に行ったのがキバヤさんなんだ。あ、はいはいはい。そしたらね、で加藤さんがでもやっぱ最後にノリオさんにもキバヤさんのそのフェイマス見てほしい、ちょっと弾いてみてもらいたいなって言って連れてかれて、で触って弾いた瞬間に、あ、もうこっちっすね。さあ1万ちょっと、いや同じぐらいの値段なんだよ。いくらだ、1万5000円でケース、ウクレレケースとチューナー付きがあの NA、うん、で1万5000円でケースとかつかないけど、もともとが高いやつが値引きされてるやつ。ああ、はいはい、何かで、あの、誰かが触ったとか、1万5000円で買えないやつ、うん、それがね、もう聞いた瞬間に、あ、これ絶対こっちですっていう、お見それしました、木場屋さんみたいな感じのくれるで、まあでもまあもともとその、うん、なね、3万なのか半額になってるのか、で結局その方はそれを買って、あら、うん、でデビューケースも別で買って、であのチューナーも買ったっていう。まあでもまあお知り合いの方ということですので、うん、今日おっしゃってましたからね、良い瞬間に立ち会えたなね、すごい、そういうのやっぱ嬉しいですよね。なんかでも結構あの、うん、のりおさんはあれだよね、あの友達ウクレレちょっとやりたいんだけどっていう人を一緒にあの、まあ、ウクレレバードとかにバードさんとかに連れてって、あのね、ウクレレネイティブじゃないんですよ私。あ、ウクレレのこと詳しいわけじゃないんだけど、ないけど、でもまあ他の楽器をすごく触ってきた人ではあるわけじゃないですか。確かにね、いろんなものこう見えて、うん、確かに。だから、ね、音の良し悪しは分かるんですよ。この楽器これはいいなとか、これは微妙だなとか、うん、あの今ウクレレ買いたいなって思っている方は私に声かけた方がいいですね、うん、一緒にね、いろんなところに、あと安いのがいいね、やっぱり結局最初はね、あのというかね、あの高級車がいいか、あ、なんていうの、まあ、乗用車、まあ、定番車、まあまあ、ファミリーカーがいいかみたいなも話になってくると思う、うん、でさ、あんまり高級すぎるとさ、どこでも持ってって弾いたりっていうのはちょっと怖いなとかあるでしょ、うんうん、あの擦ったりしたくないじゃん、できればね、大事にね、うん、さ、結局さ、軽トラとかのがいい場合もあるでしょ。まあ軽ね、まあ軽のね、コンパクトカーで走り回れた方がいい場合もあるよね。そうそう、うん、急いで、まあ確かに本当にそれはまあ言いたいことというか分かります。うん、私は乗用車派なんで完全に、うん、いい音じゃなかったらあのちょっと穴を広げてみるとか。いろいろやってしまう、ね、塗装を剥がしてみるとかやったりしちゃってたからね。
本当にね。まあでも実際良くなったからね、それでね、うん、それでね好みの音になるわけで、確かいろいろ、まあ、まあ出会いがありますからね、うん、でまあその加藤さんのとちょっと一緒に行動したことによって、うん、結構疲労してしまってまあでもまあ、まあ、いい疲労感じ、加藤さんも多分それはそれで、うんうん、でもねまあ一応あの北田智子さんお話、あ の, のステージ見れたりしたし、うん、あ, そ, っかあその話ね、うんうん、そうね、あとまあ、全部終えなかったけど、そうだドブユキさんは明美ズフラと一緒のやつやってるの、うん、見れたし、ね、あとキラキラミサコちゃんってあの占わないで、はいはい、パーカッション、ね、ウクレレサバイブにパーカッション叩いてくれたあのそうそのキラキラミサコさんはもう占わないきっかけだと言って過言ではないと思うんだけど、占わないきっかけで今やもうなんか勝さん界隈のなんか、ね、パーカッションスターみたいになっちゃって大人気なのキラキラーでね、うん、だからちょっと嬉しい、私はこういやもうどん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 突き進んでほしいですね。でも私たちが初めてウクレレピクニックに行った時には、うん、美佐子ちゃんは、うんあのあれパーカッションの、ね、パーカッションのそのペチカ、ペチカそうそうのブースにいるよみたいな感じで、うん、あのその時からこのこういう雰囲気だっていうのは分かってるし、赤レンガの時だね、そうそう赤レンガの時で会いに行ったしね、実際会いに行って、その時多分と近くのブースでサーサーさんとかもだから、その時から別にその界隈にはそうそうちょくちょくいたっぽいんだけど、そうそうそうね、繋げてしまいましたね。まあまあ巡り巡ってとはいえね、あのまあ占わないのそのウクレレサバイブというアルバムの帯のコメントを書いてくれたのが、成合弘之さんって方と勝誠二さん、ね、このお二方は今、いろんなバンドもやってるんですけど、井の頭四丁目ブルースバンドっていうのにね、はい、いらっしゃってね、まあ活動されて、うん、活動されてるわけじゃないんだけど、まあ、たまに一緒にやったりしてるんですけど。でちょうどそのお二方がうちらのアルバム作って帯書いてくれたしばらく後に、日比谷公園で、うんうんうん、あの確か成合さんがコルグの、うん、コルグっていうメーカーの、ウクレレの、まあ、なんだろう体験ブースみたいなのをやってて、でその隣に美佐子さんのパーカッション体験ブースがあって、うん、それ何のなんか音楽体験なんか祭りみたいな、 そこでもお会いして、そこで隣にいて、いてでちょっとお話しした時に共通の話題が占わないなって、ああそっかそっか、それでもともとね、でその後占わないと、井の頭四丁目ブルースバンドのツーマンライブっていうのが下北沢であって、あったんですよね、それは去年か、でその時せっかくだから普段は呼ばないんだけど美佐子さん呼ぼうってなって、お呼びしたんです。で美佐子さんのいる、まあ、占わない、まあ、完全版みたいな感じです。そうあとサポートギターにぐっちくんも呼んでね、それがね、あの勝さんにも褒められるぐらい良かったです、そのライブがまあそうですね、すげえいいじゃんっつって言うぐらいね、そうそれはもうベスあのフルで行こうって言って、ね、フルバージョン、もう完璧バージョンで、完璧マッスルスパークみたいなね、あの必殺技が完成したパターンのね。でそれでまあその後2番手というか、まあ鳥というかね、まあ、ツーマンだから2番手も鳥もないんだけど、最初に占わないやらせてもらって、そうで井の頭四丁目ブルースバンドの番になった時に、その時成合さんが、リズムマシンを使ってたんですよね、うん、あの井の頭四丁目バンドっていうのは。でそのリズムマシンいつもスイッチをしてこう華麗に操るっていう、うん、成合さんがねこう、それがねこ壊れたわけじゃないんですけど、プログラムがあのリセットされてしまったような現象が起きて、あのリハーサルでやってたことが一つも本番できない状態に陥ってしまったんですよあれおかしいななんてなっちゃって、やべえやべえって言ってた時に美佐子さんがステージに上がってでパーカッションを叩いたら、あの
まあめちゃめちゃ盛り上がってるね実際。それ以来メンバーになったっていう。もうそこでメンバーにね、なった。私、占いのサポートで来てくれた、みさこちゃんがそのまま、見逃しだ、やんちゃなブルースバンドのメンバーになったというね、流れが。で、そうしたらね、あの、町田近辺に住んでらっしゃるんで、あの、町田のいないいないバーっていうところでね、はい、あの、タヒチアン系の打楽器、奏者、とかとこう今楽しくやってて、その界隈でのステージ 2,3 個出てたんじゃないの、うん、2個 2,3 個大人気で、大人気でね、キラキラミサコが今スターになりつつあります。素敵なこと、ね、嬉しいよね、やっぱね。だからさ、占わない、来年再来年ちょっとさ、もしあれだったらもう出て、もうどうせいるからミサコさんと、ああ、まあ、勝さんにもベースを弾いてもらって。なんて贅沢な。そしたら来てくれるかな。いや、あの、サポートでこの、俺ら、ちょっとやってくださいって。お金は、まあ、まあ、相談して。こっちが相談して。まあ、ギャラとかは相談みたいな感じで。確かに。ちょっと、それはもう豪華バージョンですね。よくね。うん、確かに。占わない、フィーチャリング。フィーチャリング。あの、勝誠治&キラキラ、やばいやばいわやばいよ、これはちょっと見たいわ、まあ、自分が見たいわ。呼ぶギャラはいらないじゃん、多分普通に、なんていうの、交通費的なことは、ね、その場にいて一緒にやっていただくね、6分ぐらい参加してもらうっていう、一緒に参加していただくっていうのがギャラ何を言っとるんだよ。裏なんないもん、今ね、あのサウンド変革が起きまして。あ、そうなんですか、はい、昨日ちょっとねレコーディングしてて、次のちょっともう完成したかもしれない、占わないサウンドは。ちょっと待ってください、あの、私何にも分かってないんですけど、あなたは分かってないけど、技術的な問題でね、いや今まではウクレレを3本でもうウクレ3人で同じこと弾いて伴奏して歌いましょうだったです、うん、だったんですよ、そもそもが、はい、そもそもがね、発想としては、はい、そうすることによってウクレレは4本しか弦がないけれども12本の、うん、資産12、3人分で資産12本、うん、12弦ギターぐらいの音圧を得られると、計算してた、ね、倍音も得られると、うん、だからで3人が三者三様の声を出す、俺がベース、はるみさんが、まあまあ、ソプラノ、うん、藤谷君はまあなんていうの、ある、まあ、テノールあると分かんない、だけどあれってシンセサイザーみたいな声してるし、そうだ、ね、上物のギターだと、うん、俺がベースだ、で、はるみさんはウクレレはドラムだみたいな感じで、うん、まあ、私はリズムキープだから、うん、そう、ダンサーであることもピアノを弾いてたってことも加味するとすごく縦のリズムが合うって、うん、ってやってたんですけど、まあそうは、それでずっとやっていくことでもない感じになったじゃないですか、私がもう、はいはい、いろいろアレンジ凝り出して、そうですねそれがね、ついに完成しましたね。どういうことなんでしょうか、それは。ただついに完成したってことだけを、まあ、だけを言いたい、声高らかに。だからマジで11月30日昼の部、渋谷ロフトヘブンウクレレハッスルボリューム1昼の部は来てほしい。お、今日ね、竹本猫くんっていうね、あの、共演その日共演でもお呼びしてるゲスト、うんがですね、一日店長であの N のブースにいたんですけど、はい、ご挨拶できましたね。まあ、ね、一日店長というのを後で知ったんですけど、あ、そうなんだ、マジでね、まあ、借りてきた猫っていう感じ何うまいこと言ってんですか、じゃあ何もせず、ただ美しくそこに存在するっていう、本当に存在する、花のような、いや、なんか桜井敦みたいなね、顔ね、確かにそう、爆竹の綺麗だわーみたいな感じですね、うん、あれはまあすごいな。そうで、あの、昨日に、あ、その、7日にもお会いしたんだけど、その時にまあその30日11月30日に出てもらう宗介くんね、うん、もう、今日あの演奏されたんで見て、でお会いできてご挨拶してね、うん、そう、ちょうど竹本猫くんとも会えたから一緒に写真撮ったりして、それを MM 喫茶店さんに送りつけるって、あ、送ったんですか、送って、あ、
そうなんだ。どうおっしゃってましたか？我なん々か。が足りないみたいなこと そりゃそうですよね。言って 我々がいないみたい我々がたまたま、まあしょうがないね。な まあでも大阪から来られるその MM 喫茶店さんもめちゃめちゃ気合が入ってるんで、もう本当にね、来てほしい。これ来てほはしい。素晴らしいイベントに見な逃る。せないイベントになってるから、マジでマ来ジてほで、しい。ワンマンライブじゃ得られない、なんていう組み合わせの妙というかね、確かに、そはの、感じていただけるんじゃないかなと思っておりますね。こういう、まあ、大きいフェスでもなかなかない、まあ、いろいろ、こう、大阪から来た、まあ、そうね。皆さんいろいろ地方であるけど、このボリュームで、この4組が集まることは、まあ、そうそうないかないし、ら ないんで、ぜひぜあとひね、ワね。ンマンライブっていい、よくも悪くもいいんだけど、疲れるっていう点があると思うんですけど、4組はやっぱテンポよく行きますんで、ぜひ。これはね、楽しめるんじゃないかと私は思っそておうりでますすよ。ね。ただね、イベントかぶりというね、このウクレレ界隈には、ある。ある恐ろしい事実も発覚しましてですね、ちょっと非常に、恐れ多いことで怖いす。怖そう、いなとい怖う。い。でも、もしね、こっちに来ていただければ、ことがあるんでしたら、ぜひぜひぜひ、最高だと思もういま絶す。対見た方がいいと思ってのはう。言っておきますね。そうですね。まあ、いろいろ、他にもその、なんかすげえ、まあ、それ話し忘れてたことで言うと、まあ、すげえいいウクレレ弾いてる人いるなって思って、なんか遠くからこうステージの方から、なんかいい音聞こえんな、いい曲弾いてんな、すげえ上手くね、誰が弾いてんだろうって近寄ってたら、清小林さんっていうね、めちゃくちゃ、有名な方が弾いてたっていう のに普びっくり通して、あ、やっぱいや清普さ通んって、すげえ、すげえな、遠くからでもいいんだ、っていうのがありました。改めてのこのすごい人はす気づごいき、気気づづききでですすね。ね。で、一緒に写真撮らせていただいあ、て、ごそう本人になもんそだ。の話をね、恐る多くも言うというね、いや、遠くから聞いてすげえいいなと思ってて、近寄ってって、誰が弾いてんだろうと思ったら、清さんでした、って何を言ってんだみたいな。アホだね。アホだね。アホだね。なんだろう。まあでも、でもなんか全然なんか何言ってんだとかそういう感じじゃなかったもんね。別にすごいね。そんなまあ、こんなで、まあ、いろんな人に会えたしね、なんもかそう、こ、なんかそうもいうう、よ場くわです。かんないです。まあ、申し訳ない。この人誰だっけっていうのは当然あります。もう、私は、あ、本当で、朝かの、まあそうですね。浅はかの男なんでね。あ、そう、そこはちょっと失礼があっただね。け申どし訳ね、なかっまあ、たやね。っぱね、会えてよかったですね、基本的に。これに懲りずね、こう一緒に写真撮っていいのかなとかさ、あるじゃないですか。だからなんかね、写真撮っていい、この人はいいだろうっていう人撮るんですよ、やっぱり。まあ、やっぱ単純に知ってちょっ有名人だったりああ、し、はい。だったりするからって、知り合いだったりするから。でもやってるうちに、あれ俺すげえミーハーだなーって、話しかけてくれたあの人と写真撮ればよかったなとかね、ああ、そういうのありますよね。基本なんかと、と、なんかまあ、撮りましょうって言われた方にはね、全然撮ったり、なんか、一応覚えててくださって、私たちのことを。そう、だから、そうやってまあ話しかね。けてくれたのありがたかったなと思う。なんか、まあ、話しかけようかなと思う。私的には、話しかけようかなって思ってる人も、なんかやっぱ人気者だから、ちゃんと挨拶すればよかったなって思う人がまだ全然いて、そうそう、だから、まあ、またなんかお会いできた時に、そういうお話も含めてできたらいいなそうとはね。思ったりしますけどね。というわけで今日は、はい。そういうわけで、最後に一曲聴いていただきましょう。このウクレレピクニックでも1日目2日目大活躍のですね、宗介くんがはい。参加してくれている裏の姉の曲で、空中ブランコ。これをお聴きしてお別れいたします。ありがとうございました。おやすみなさはい。ーい。ばらすでこうプランの恋は始まる。それは次元。
てある。